はい、どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、前に幕開けね、ご存知の方は結構ねいらっしゃると思うんですけど、クラウドファンディングね、をする、まあサイトなんですけど、そちらの幕開けの方でね、ちょっと1個注文したものがね、届きましたんで、そちらの方をね、ご紹介したいなと思います。でこれ届いたといっても実はね、僕自身は買ってません。僕のね、まあ、知ってる、まあ、仲いい友達が買ったんですけど、まあ、レビューね、もしよかったらしたらどうだということでね、お借りしたものになりますね。で僕は買おうかなどうしようかなって迷いながら、その時ちょっとね金欠状態で、もう買うのね諦めたっていう感じ、だったんですけどね、その商品を紹介しようと思います。それがね、まあ、こちらの方とりあえずね開封の方をしていこうと思います。何かというと、今結構ね、なんていうんですか、物をなくしやすい人、まあ、忘れ物とかね、鍵とかにつけるようななんかこうタブなんかいろいろ売ってますよね。なんていうか、センサーっていうか音鳴ったりするようなね、なんですか、機械で、まあ、スマホからかなりちょっと離れたら音が鳴るとかね、どこでなくしたとかいうのをこうトラッキングしてこう探すことができたりするね、ようなものっていうのが、ありますけど、それなんですけど、まあ、とりあえず紹介しましょう。じゃん、こちらの方ね、本当に今日届いたばっかりで今日お借りした状態になるんですけど、ファインビットっていうね、製品になります。まあ、今言ってたようなやつが、まあ、これもね同じシリーズの分であるんで、こういうふうな、まあ後で開けてみたらいいと思うんですけど、鍵につけるようなね、もの、これはちょっと厚みがねある分なんですけど、これは、まあ、よくあるといえばよくある分になります。でこっちがね結構ね珍しいっていうかね、いいと思うんですよ。これじゃん、何かというとカード型、めっちゃ薄いです。めっちゃ薄い。しかもこれね充電ができるんですよ。ケーブルがね、ちょっと後で開けてみますけど、この中に入ってて、USB でこうカードの裏側に端子があって、ここをチュッとね、やってこう充電ができるっていうね、まあ、1回の充電でこう3ヶ月持つってね、書いてますんで、ちょっとこれがどうなのか、まあ、実際ね、ここら辺はまあかなり使っていってみないとわからないんですけどね、まあ、そういう風なカード型っていうのがいいですね。だから普通の使ってる財布のとこにカードのとこに入れとけるってね、というものなんで、非常に便利じゃないかなと思います。まあ、どうしてもねこういう風な、なんですか、厚みがあるキーホルダー型みたいなやつはね、まあ、普通の財布だったらなかなかこうそうキーホルダーつけるようなところあればいいですけどね、なかなかそういうのがないので、まあ、それからしてみたらかなりいいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあちょっと開けていきましょう。こっちの分はね6ヶ月でして、電池キーホルダーね、これはもう電池入れ替え式だったと思うので、はい、まあお借りした分なんでね、もう丁寧に開けていこうと思うんですけどね。はい、じゃあ開けていきましょう。まずカード型の方いきましょうかね。開けちゃっていいのかな若干借り物だから、できるだけ綺麗に開けたいんだけど、これビリビリって裂かないと開かないタイプじゃないのかな。なんかこう開けれるような感じじゃないな。よいしょ。はい、お待たせしました。両面テープでね、かなり強力に粘着をされてましたね。最近 SD カードとかでもねよくあるパターンで、こういうのがこう中に入ってるタイプでしたけど、とりあえずカード型の方入ってるのは、こちらカード、もう本当にカードですね。薄いカードですね。あとシリアルナンバーだけ隠しておきましょうかね。はい、ちゃんとね、技的マークも入ってますよ。技的マークね。はい、で、こういう風なものになってます。ここが充電の端子かな、ね、さっき言ってた、はい、で、入ってるものが USB の充電ケーブルね。こう挟むような感じかな。ここに、金属端子が2つありますね。こう挟む感じになります。これも挟み込むのは、まあ、うん、
なんか奥につっかえがあるからそこまでスカッと、ここね、ちょうど中 L 字に切ってくれてるんで、これ見えるかな、見えないか、この中は L 字に切ってくれてるんで、端子だけこうね、こうなんていうかカチュッとこう、あのなんですか、奥まで差し込んでキュッとこう閉じてあげると、クリップをちょうど端子のところに行きますね、充電端子の、うん、まあ、これ1回の充電で3ヶ月いけるみたいなんでね、そちらの方がいいかなと思います。じゃあ、とりあえずちょっとあのアプリの方をね、まずさっき入れようと思いますんで、ちょっとお待ちください。ダウンロードをね、どっか、あ、ここに書いてますね、こちらの方からダウンロードするみたいな、ちょっとお待ちください。はい、さっきの QR コードを読み込んだら、まあ、Finebit のサイトの方に行きました。普通に、まあ、僕は App Store からダウンロードやると、うん、普通に開きます。で、入手、はい、今ダウンロード中です。ちょっとお待ちください。じゃあアプリの方を開いていきますね、うん、位置情報、これはもう常に許可でいいかなね。で、登録がいるのかな、サインアップ、はい、一応ね、 Facebook のアカウントの ID とかか、普通にサインアップしないとダメなんですね。で、電子メールね、パスワードを登録するということなんで、ちょっとまたお待ちください。やります。はい、どうもお待たせしました。じゃあ、 とりあえずログインした状態です。こういうふうな案内のね、画面になりました。こちらが接続状態、距離、その他オプションとなってますね。で、アプリ載せて、アプリ内カメラね。で、まあ、2つとか3つ買えば、こちらの方を登録するということで、まあ、今回ね、一応2つ、カードキータイプ、カードタイプと、キーホルダータイプと2つあるんでね、それどっちも登録してみようと思います。範囲内にある場合、これを押せば、検索できる、音が鳴るって書いてますね。範囲以外である場合、最後に確認した場合、場所がマップに表示されると。見つけたら通知をタップして、オアピットっていうんかな。見つからないと表記し、見つかった場合に通知が受けることができる。どういうことかな。よくわからないですね。位置情報、これでも地図出るからまずいなちょっと地図見せれないんで、うち分かっちゃうからね、言えないけど、とりあえず登録を、メールが来るから、メールでなんか確認認証してくれって出てますね。あ、 OKOK に、よくあるパターンね、メールが返ってきて、アカウントね、作った時に最初だけ認証しないといけないというやつでしたね。じゃあ、とりあえずちょっと地図が出なくなったんで、まあ、登録画面にするとこんな画面になったんで、結構いろいろね、あるみたいですね。こうね、種類がね。カードタイプ。ね、カードタイプ。日本語対応はちゃんとしてくれてますね。うん。初回のアクティブ化についてご使用の、このカード上にある指紋ボタンを1回 B ポーンが聞こえるまで5秒間長押し。ではちょっと押してみましょうか。すでに有効な場合はボタンを軽く1回押すだけでいいです。まあ、5秒間。あ、押せる押せる。あ、なった。これで続行でいいかな。あ、これで接続しました。はい。続行。まだ地図が出ないから。お客様の携帯の探索、あ、これで携帯を探せます。ボタンを押します。どうやったら消えんの、これもう一回押せばいいの。なるほど、一回押して鳴り出したら、もう一回押したら消えますね。はい、じゃあ
じゃあ、とりあえずこいつを探すパターンね、財布の中に入れた場合、に探すパターンだ、財布の中にこうね、普通のカードですよね、カードどのくらいの音量でなるか、じゃあ押してみます。あれ、これなるんじゃないのかな、今はならないのかな、あ、ならない、ちょっと地図が出てるからダメだな、ちょっと一回、この鳴らしてみますよ。なんか英語でいろいろ出てきましたけど、とりあえず、あ、なった、このくらいの音量、あ、でも思ったよりは大きい、思ったよりは大きいです。でもう一回押すと消えますね。はい、でアラームの音量は、お、あの音はね、変えれるみたいですね。どうやったら消えるのかな、これで消えた、あの設定画面のところでね、あ、これが一つのパターン、これはちょっと一回消します。一番最初のやつが一番分かりやすいんじゃないかな。このこれだったかな、これが一番なんかやかましいね、なんか感じ的に。で、分離アラームオフ、周囲範囲、携帯の接続、あ、離れると音が鳴る、だからね、忘れたりすると音が鳴るパターンもできるみたいですね。これもどのくらいかな。で、安全ゾーン、セーフゾーンはネットが接続が切れないようお知らせします。ちょっとこれ Wi-Fi のやつが出てるけど、これ何、どういうことかな。セーフゾーンはネット接続が切れないようお知らせします、どういうことかな、なんかちょっとよくわからないな。で、 Wi-Fi のこう今掴んでる Wi-Fi の名前が出てますね。な、何かな、自宅とかをセーフゾーンとしてこうやった時にネット接続が切れないようにお知らせする、だから切れた場合に音が鳴るってことかな。うん、まあそんな設定ができます。あとアレクサに連携ができるので、アレクサと連携をしたいんですけど、案内画面に行くと英語でいろいろ書いてくれてます。だから多分アレクサの方をちょっと後でやりましょうからね、アレクサの方に連携をしてね、その探してみるって、音声でね探してみるっていうのもちょっとやってみようと思います。まあ基本的にはやれることって言ったら、音を鳴らす、あ、こいつ、財布を探すね、でこいつから携帯を探す、ね、あとはカメラのシャッターも切れるということなんで、ちょっと待ってね。カメラのシャッターはどうやって切るのかな？カメラ、ちょっと待って。こうなってて。ああ、ん？なんかどっか違うやつがなっちゃってるね、なんでかな。ちょっと多分もしかしたら古い携帯の方がなっちゃったのかな。今さっきカメラの画面にしてたらなったよね。これでボタンを押します。あれ、これじゃないな、なってんの、何が鳴ってんの、ちょっと待ってくれね。あ、ほら、はい、すいません、ちょっと Bluetooth の関係でつながってたヘッドホンの方が鳴っちゃってました。だからこいつを呼び出してたのは間違いないですね。あ、 OKOK、 うん、だからちょっと今のはこいつの問題ではないです、単に僕の用意が悪かったね、っていうパターンですけど、まあ、こういう機能で写真撮るのはどうやってやるのかな、特に説明がなかったんだけどな。あ、これか、アプリの中にね、写真の
あ、専用のアプリがありますね。あの、そのさっきのアプリの中にね、こいつだと、あ、撮れるね。お、カメラロールに。で、一応動画の方も、あの、撮れます。多分、これで。あれ？撮れてんのかな、これ。まあ、とりあえずはこれでね、ちゃんと、まあ、シャッターが切れるというのは分かりましたね。ただ、あの、iPhone の、あの、標準のカメラアプリでは動かないので、まあ、専用のアプリだけで動作をするっていう感じにはどうしてもなってしまいますよね。はい。じゃあ、とりあえずこちらの方もね、ちょっと開けてみましょうね。はい。これもね、ちょっと、ここからできるだけ切って、もう綺麗に開かないな、これは。綺麗に開けようと思うけど、はい、お待たせしました。中身入ってるのはこんな感じです。まずは本体ね、本体こんな感じ。こう、まあ、こうね、キーホルダーつける穴が開いてて、で反対側が音になるスピーカーね、っていう感じの仕様になってます。でこの横についてのこれボタンかな、これね、押せますね。ボタンはまあ一箇所ね。まあカードもボタン一つしかないからね。こちらの方です。であとは入ってるものが、こういうやつ。これは中にこう入れるのかな。こう、ちょうどここのね、出っ張りがちょっとついてるので、出っ張りがね、ここに合わせてこう入れる感じかな。で、これをこうやって閉じて、これ何するやつ？これは、まあ、衝撃オープンロック、オープンロック、これは何でしょうね。これ説明書が特にないです。ただあのこちらの方のアプリのところ QR コードが載ってて、ここからね、あの取扱説明書とかをダウンロードしてくれとなってるので、ちょっと確認をしてみましょう。ケース自体はね、なんだろうこれ。ロックとかこうね、オープンとか書いてあるんでね、こう回してロックをするんだと思うんですけどね。オープン、ロック。なんでしょうね。まあ何か不思議な感じですね。あとはまあ、とりあえずこのリングね。と、あと、このキーホルダーにするこんなやつと、あと、CR2025 のボタン電池ね。あとは、あ、はい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 、これね、なんか注意書きね、書いてましたけど、さっきのやつ、あれ、電池入れるときにパコッとこう割るためのアイテムですね、これ、ツール。だから、こいつを、使ってこの中を開けて電池を入れるとね。何を注意せって言ってるのかな。まあ、まあとりあえずこれをちゃんと使って開けろ的な感じかな。なくすなっていうことですね。要するにこれをね。だからこうやってオープンの方にひねると開くと、開きました。あ、電池入ってるわ、もう一個ほらね、こんな感じで開けるね、いうことですね。はい。でしっかりとこうちゃんと締め込むところに当てて、ほんでよ、やっぱ借り物なんでね、ちょっと逆にすごい気を使っちゃいますけど。で、こいつで ちゃんと挟み込みながら、ね、ロックの方にやると閉まると、ね、いうことですね。はい。電池は入ってました。で、予備電池がついてるっていうことかな、1個。で、さっきのアプリをもう一回呼び出して、これもちょっと見せれないな。まあ、追加ね、さっきの登録の画面。で、この
キーホルダーのやつね、これをボタンを押します。そうするとまたボタンを押してくれと書いてるの、これも日本語でねちゃんと書いてくれてるんで、ある程度は日本語表示、表示になってます。いいかな、これで続行だ、検索中で一部は英語が残ってる感じなんですかね。探索してくれない。はい、どうも皆さんすいません、お待たせしました。僕のミスでしたよ、僕のミスでした。ちょっと待って、あ、なんかこいつのアップデートになっちゃった、こいつの。でこれちゃんとつながりました、僕のね設定ミスでしたですね。アップデートちょっとお待ちください。はい、皆さんお待たせしました。ちゃんとね登録ができました。僕ね間違えてました、これなんか丸いやつやからこっちのね下のやつかなと思ってるの、この上のやつですね、このキーファインダーって一番上の部分がこの丸っこいやつだ、下のこの丸っこいやつとはまた違うみたい、僕ね丸っこい方を押しちゃってましたね。はい、その間違いを正せば普通に使えました。でこいつも同じ、できることは同じみたいなんで、音だけねちょっと鳴らしてみましょう。よいしょ、あ、このこんなん、こっちの方がちょっと大きいかな音やっぱり。でこれも音が変えれます、同じじゃないかな音は多分。同じかな、これこっちでも音止めれるのかな、あ、止めれる。ここのボタンを押したら止めれますね。で、もう一個最後のアラームが、これかな？うん。まあ、なんか普通の警報っていう感じですね。だからまあこれも最初のやつが一番いいんじゃないかな。なんかこれが一番聞き取りやすいかな、やっぱり。ね。はい。こいつ呼んでみましょうか。やっぱ音こっちの方がちっちゃいですね。これもここで止めれるのかな。まあでもこいつの場合はもう財布の中にインしてるから、やっぱりスマホで見つかったら止めるっていうパターンが多くなりそうかな、これだったら。はい、まあ基本的にこれでもシャッターを切ったりとか同じことができるみたいなんで、まあそれはもう割愛しますね。はいね、であと置き忘れね、設定をすれば、まあ、離れたら鳴るっていう機能も使えるみたいです。はい、でそれをやるためにはなんか、なんかせなあかんかったんじゃないかな、なんか設定のところでなんかをしないとダメなのかな。まあちょっととりあえずアレクサで呼び出す方がちょっと気になるので、そっちをちょっと設定してみようと思いますんで、しばらくまたお待ちください。待ってもらってばかりで申し訳ないですけどね。ちょっとお待ちください。はい、お待たせしました。ですね、今ちょっといろいろ調べてたんですけど、一応案内としては、こういうふうにね、英語で表記があって、こういうふうな手続きっていうか操作をすれば、アレクサの方でも使えるというふうになってるんですけど、何せね、スキルを、Amazon Alexa のね、アプリでスキルを探す、なんもないです。わかりませんでした。はい。すみません。はい。ということで、アプリね、こいつのアプリの画面で、まあ、ここへね、この、なんて読むかな、ORBIT って書いてますよね。ORBIT。ね。それを検索をしたら、そのスキルが、出てくるというふうに書いてるんですけど、日本語版のこのアレクサのスキルを探しても見つかりませんとなるので、多分このあれこいつね、このアレちゃんの、この日本語版のやつにはちょっとまだ対応してないのかなというふうに思います。このね、はい、A さんね、 A さんね、のは対応してないんだと思います。まあ、ちょっと残念ですよね。アレクサせっかく使えるんだったら使いたいですよね。まあこうね、どこにカードあるのとかね、聞いて使えたらいいんですけど、それはちょっと難しいみたいですね。はい、ということで、
まあ、あのポイントとしてはこの中にパン、こう裏面に書いてるのが一番分かりやすいんじゃないかな、商品の、こっちがカードのやつですね、カードのやつ。まあできる内容としてはこのくらいの内容ができますので、まあ、今紹介しましたけどね。でもう一個がこっち、この丸っこいやつね。だからこっちがカードのやつが80デシベルの音量で、こっちが90かな、90だから、やっぱりちょっとこっちの方がでかい、っていうことですかね。で意外とこのカード型でも1回の充電、満充電で、まあほんまか嘘かはちょっとわからないんですけど、今から使わないとわからないですけど、1回の充電で3ヶ月は持つっていうことなんで、そんなに頻繁にね、充電をしてあげるっていう必要もないのかなと。でこっちのやつも丸っこいやつも充電じゃない、電池を入れ替えるっていうことができて、しかも電池で6ヶ月1回ね、1個で使えるっていうことなんで、まあ、電池が交換できないような使い捨てを買うんだったら、やっぱりこっちかなという気もしますよね。はい。まあ、ね、こういうタイプっていろいろあるんで、なんていうか、まあ、もし欲しいっていう人はね、いろいろ見ながら検討したらいいと思うんですけど、お互い相互にね、この情報交換をし合って、まあ、サーバーに上げて、自分がこのなくしたものの圏外であっても、こうね、他の人、同じユーザーが使ってる人がその近く通ったらね、その情報をもらえるとかね。だから全くこう落としたところが自分に離れてても物が見つかるっていう可能性もね、あるような商品もあります。ただこのタイプっていうのはこれはもう違うので、あくまでも Bluetooth 通信がメインになってて、まあその代わり置き忘れとかそういうのをもう防ぐって、まあ身近なところでね、物を探したり置き忘れをなくすっていう商品になるんで、まあ、そういうね、商品の特性がいろいろあるんでね、そこら辺はいろいろ考えられたら、検討されてね、もし欲しいっていう人はね、検討されたらいいんじゃないかなというふうに思います。でこれの一番のやっぱりいいところはこのカード型のこの薄いね、このタイプが一番の売りだと思うんで、しかも充電ができるっていうね、タイプなのは一番ありがたいかなと思うところだと思うんで、まあよくよくね検討してみてください。今幕開けの方はねもう終了しちゃってるんですけど、多分海外では売ってるみたいなんで、そちらの方、まあ、一応ね概要欄の方にリンクも貼っときますけど、そちらの方の、まあ、海外から個人輸入になるのかな、そういった形で買われるか、あとはまあ日本での正規販売待つかっていう感じに多分なると思うんですけど、まあ分かる範囲では、後でね、調べて情報下の方に貼っときますんで、もしよかったら見てください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。